ートしました。揃いました。ちょっとライブリーマウント、ライブリーマウントが少し遅れましたが、若干押っつけながら前へと行こうとしております。さて、先行争いに入りますが、まず先頭に立ったのは2番のル・キャリエールのようです。ル・キャリエール、日本のライブリーマウントが後位。さあ、3番手のインコースにつけています。あと、デーンウィンとタマヤズ、これが2番手、3番手に上がって、ニードルガンも行きました。さあ、各馬が向こう上面のほぼ中間に入りますが、さあ、ライブリーマウントもいい位置につけています。おお、これから花に立とうという勢いか。ライブリーマウント、ル・キャリエール、ライブリーマウント、あとデーンウィンが3番手の位置。デーンウィンが3番手の位置です。その後にシガーは前からどうやら5、6番手の位置につけて各馬3コーナーに入りました。さあ、ライブリマウントも先頭に躍り出る勢いだが、各馬がさっと行っていったルキャリエール、あるいはトレイシャル、その外からタマヤズ、さらにデーンウェイ、シガー、さあ、仕事を横に広がっている。それからニードルガン、あるいはペンタイヤ、後方グループラロッチャと、あとはホーリング、まだ後ろから2、3投目、ソローザマターが最後方で、各馬3、4コーナー中間、先頭今度はルキャリエール、さあ、シガーが行きました。ちょっと日本のライブリマウント苦しいか。今中段グループのインコース、さあ、各馬が第4コーナーから直線コースに向いてくるところですが、さあ、先頭はシガーかデーンウェイか、あるいはルキャリエール、外からじわっとペンタイヤ、ちょっと日本のライブリマウント苦しい。後方から2、3投目に後退している。さあ、シガーだ。しかし内からルキャリエール、デーンウェイ食い下がっている。ペンタイヤ、日本のライブリマウントはちょっと苦しい。今後方から2、3番手に下がった。シガー先頭か、めぐらくあと4着の標識、シガー先頭、外をつきまして、ソウルオブザマター突っ込んできた。さあ、シガーとソウルオブザマター、アメリカのどうやら2頭の争いか。さあ、ソウルオブザマター、シガー、またシガー伸びる、ソウルオブザマター、シガーが伸びる、やはり強かった、アメリカのシガー。結局、アメリカ2頭、シガーとソウルオブザマターです。